早速なんですが、皆さん、ドラキーというプロゲーマーをご存知でしょうか？ AR 戦のプロの方ですね。よくね、猛者紹介とかプロ紹介で、いや、〇〇は弱いぞ、みたいな感じのことをね、その特に武器ランカーとかで、ね、言われるんですけど、今現状、日本でこの人より上手い AR 勢はいないでしょう。今回はなんとこのドラキーさんと AR 対マンですね、やっていこうかなと思ってます。1試合目はタイプ19、2試合目はオーディンって感じですね。早速やっていきましょうか。さあ、ってな感じ、早速。やっていきましょうか。もうね、DVS ドラキー、このドラキーさんに関してはね、もうシーズン1からおるし、誰が何と言おうと、多分、日本で一番 AR の上手い人なんじゃないかなと思ってる。てか、一番やり込んでる人、研究してる人。余裕で武器ランカーの5倍ぐらいは強いです。じゃあ俺、今回ほんまに一言も喋らん可能性あるわ。マジで。集中しすぎて。手汗やばい。おぉ、なるほどね、なるほどね、くんのバレった。ちょっと待ってよ、めっちゃ緊張する。オッケー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 、そこで飛び出してくんのは知ってた。うわー、のめり込んできたね、今の食い込んできたぞ。そっちかーい。動くねー。かき乱してくんね、向こう。あー、もう、なんか、逆に強気で来られるとな。うわー、何その動き。どっからスライディング出てんねん。背中からスライディングが生えてんぞ。オッケー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 、勝った、よし、伏せたらもう動けんぞ。どっちや、よし、よし、あー、捨てたのに。どんなエイム？やっぱ当ててくんねん。いやー、この人不正にも対応してくんねんな。普通の武器ランカーとかやったら当ててこいねんけど。よし。行く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 。やべ、逃げさせて。危ねえ。よし。あー、惜しい、あと一発。あー、いい時計。うわあ、だよなぁ。突っ込んでくんの分かったか。足音聞かれたな。よう対応してきた。なんか詰めてきてない？ああ、もうなんで俺ちょっと生きたな。ちょっと強気になりすぎたわ。これいけるぞって気持ちが出たわ、今の。結構ドラキーさん突っ込み気味やからな。突っ込み気味なんで。どうしよう。引いたな。
方が得意よ。いやでも自分の中でタイプ1級よりおでんの方がなんかいけるんじゃないかっていうあれがあるけど、よし、やば、あーもうそっち行かれたら無理、当たらん、どうしようこれ。あ、いやーでも俺結構カスタム重めやから気をつけなあかんな。よし、いやなんかやっぱ結構強気やな。いや決め打ちしてきたな、今決め打ちしてくれ、ドラキーさん、俺の居場所見て。あー、そうやな、待つよな、そっちで。うーわー、やっぱ動きは向こうの方が上やわ、俺6本指やのに。よし、2発ね、ドラキーさんも使ってみるか。よし、絶対そっちから来んな、自信あるのか。さては、うわー最悪か、アージーに当たってもうた今、絶対足やわ、向こう2発キル出してる。いや向こうね、足に当たってもうたわ。よし、リスキルしに来たな。よし、2発出せ、2発、2発キルでいい、上半身当てる、上半身、下半身当てたら3スキルになる。あー一発目は当てれんねんけどな、これリスキルしに来るぞ向こう。よし、やっぱリスキルしに来ると思ったわ、勝てる。あー早いなー、やっぱライト置いてこない方やな向こう。怖っ、殺意高っ。だから48はあかんのよ、40出したら絶対負ける、この戦いは。よし、危な、向こうも一発当ってきたな。あーそっちかー、一発も当てれんかった。この近距離の熟練度はさすがやなー、この AR の近距離の動きは。危な、ヘッジ当たってんけどなー、こっちどうしよう。あーもう最悪、マジで最悪。なるほどな、なんかスライディングしながら当ててきてんけど、この人どういうこと。あ、終わった、じゃあなみんな。うわぁ、なんで背中乗って負けんの。なんでこの人なんか背中に銃口ついてない、これ最後の。は、わーお、はいや、振り向き、何ジャイロでやってる、もしかして。え、俺さ、完全に最後背中捉えた、もう背中見えてて、あ、これ勝ったわと思ったら、なんか負けててんけど。音速の振り向き、この人背中に目がついてるぞ。いや、とはいえ惜しかった。いや、なんかオーディンのさ、オーディの方が勝てそうやってんけど、勝てる未来攻略方法がなんとなく見えてきててんけど。てな感じで皆さん、どうだったでしょうか。今回はね、なんと日本代表の AR 戦ドラキーさんとだったんですけれども、戦歴は、1回目勝ったけど、2回目オーディンで、フルボッコにされました。てな感じでご視聴ありがとうございました。バイバイ。